嘘みたいなやつなんですけど、本当のヴィトンのあれなんですよ。バージルが一番最初にデザイナーに入った時のコレクションの中のメイン商品。これは例えばもうもっぱら今大人気のコインパーキングデリバリー、ちょっと俺の自慢の品です。これが私のコレクションです。振付家業エアーマン杉谷和孝と申します。ここが、自分たちのスタジオなんですけど、スタジオとは思えないような革ジャン、病ジャンが所狭しと、だいたいここで280枚ぐらいですかね、収集がつかなくなってます。普段着でもあるし仕事着でもあるし、と今のメンバーと知り合って、ちゃんと振り付けをやりたいってメンバーが熱い思いで伝えてきたので、だったらやってみようか1年限定でっていうのが振り付け家業エアーマンというユニットなんですよ。揃いのユニフォームを作ろうってなって、見た目から振り付け師には見えない格好しようよ、だったらもともと好きなレザージャケットで革パンも履いて、動きづらいんですけどね、暑いしカスタムしていけるっていう DIY が、そういうところが好きな要素の一つだと思います。例えば昔からの友達のパンクバンドの人とかが、もう着ないからけど捨てるのも忍びないから、エアーマンだったら変な言い方、転売しないだろうっていうのもあると思うんですけど、見に行きたい時に見に行けるっていうのがあって、一堂に会した場所を作りたかったっていうのがみんなの意見の一つのような気がしますね。このディスチャージの革ジャンとかはジョニオさん、ヒカルさんたちのものですね、もともとは。でこれはネイバーフットっていうブランド の転写したプリントのパーカーとかジャケットとか流行った時期があったと思うんですけど、アンダーカバーのジョニオさんとか、あとバウンティーハンターのヒカルさんとか、預かっといて半永久的にっていう感じだと思います。これがヴェルディとブラックミーンズのコラボレーション。まあうちらの缶バッジもつけてるから無理からうちらもコラボレーションした体にはなってるんですけど、ヴェルディ自体は本当に、まあ、知り合いの知り合いぐらいの感じなんですけど、ブラックミーンズがずっと昔からの旧知の知人で、まあ、どうせならエアーマンのところにあればいいんじゃんっていう感じでお話が入ってくる。ヴェルディが革に自分のアート作品を落とし込むっていうのは面白いなと思います。結構アーティストとコラボするということが多くて、これは例えばもうもっぱら今大人気の人ですね、コインパーキングデリバリーに革ジャンをポンと渡して、ここになんか絵描いてっつって言って描いてもらったやつですね。白井さんっていうキャラクターは結構彼の中のモチーフにはなってるんですけど、このちょうどモチーフを新しく白井さん以外を作ろうとした時のタイミングだと思うんですけど、それで作ってくれた感じですね。彼が初めて個展を開く時に見に行って、すごく面白いなと思って1枚買わさせていただいたんですよ、絵を。その時からの知り合いで、なんか普段もこういうのってもう彼やらないとは思うんですけど、まあエアマンさんだったら一番最初に絵買ってくれた人だから描き回すぐらいの感じで対応してくれた人なんですけど、今めちゃくちゃ売れてますもんね。ちょっと俺の自慢の品です。これキネ君ですね。先に全部秒も打って革ジャン描いて、ここ、これちょっと見えづらいんですけど、贋作って書いてあるんですけど、下の方はこれ俺が自分で書いたんですよ。新作って文字も先に書いといて、ここだけ開けてここに何か書いてっつって言ったらキネ君書いてくれましたね、うん、キネ君ももう昔からの、俺が福岡博多の出身なんですけど、ずいぶん前からの知り合いで、福岡にも事務所があるんですけど、福岡の事務所はキネ君が畳2畳分ぐらいの絵を描いてくれて、とりあえず革ジャンを送りつけて時間ある時描いてっつって言ったら戻ってきましたね。あとはこっちですね、アーティストもので言うと、この篠崎李一郎君って鹿児島のアーティストなんですけど、この子はもうボールペンとかマッキーとかで全部これ手書きなんですよ。彼にももう全部バンって革ジャンを送りつけて適当に描いてっつって言ったら描いてくれましたね。なんか全体の構図があるわけではないとは言ってたけど、もちろん俯瞰で最初にこんな風にしたいっていうのはアーティスト本人にあると思うんですけど、なんか描いてるうちになんかいろいろ街なのか、あ、ここだ、ここにエアーマンって入ってるという発見が彼の面白さでもありますね。もう細かい、目が痛い。単純に切れるアート作品っていうのはすごい面白いなと思って、たまたまそういう
現代アーティスト若い子らと知り合うことがやっぱ多いんですよね。だったらなんか一つ共同作品みたいなのができないかなっていうのが一番の趣旨ですかね。よいしょ。嘘みたいなやつなんですけど、本当のヴィトンのあれなんですよ。バージルが一番最初にデザイナーに入った時のコレクションの中のメイン商品、なんか偽物のポシェットぐらいしか買えなかったらしいんですよ、昔、子供の頃というか。でいつか本物でやりたいなっていう気持ちがあったみたいで、これを全部つけて本物を作ってやろうっていう意気込みで作った作品みたいです。でこれ今こう垂らしてるだけだけど、実際たすき掛けにするんですよ、切るときは。そう、その辺のなんかこじゃれた感じもすごい好きですね。これは軽い方なんですよ。一番重いのこれです。秒の多さってもう本当に持ったら多分鈍器ぐらい重いんですよ。ガンッってやったら絶対怪我する感じで、これ実を言うと洋服屋さんフランシストモークスっていうブランドとうちらがもう20年近く前にコラボしたやつで、でここ取り外しできるようになってて、まあ取り外しつけてるときはパーティーにも行けるよっていうような感じで、どうせなら派手にしようと思ってもメンバー全員でカン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 打って1ヶ月以上かけて作ったやつです。うちらの中で一番隠れた自信作というか、これは本当に仕事着としてずっと、そうですね、エアーマン作った時から着続けてるやつです。これが第3位のエトジャンっていうんですけど、エトジャンシリーズはいいですね。全部手書きで書いてるんですけど、毎年年賀状代わりに革ジャンを作るんですけど、これをあの革ジャン書いて写真撮ってそれを年賀状にするっていう、2位はこの辺いいですね、このオレンジのシリーズで。これ作ってるのがシガちゃんって言って大阪の人なんですけど、まあシガジャンって言ったらもう伝説の秒ジャンなんですけど、西のシガちゃん東の坂本って言って2人両巨頭の秒ジャンマスターがいるんですけど、それの一番いいやつですね。これは自分でまた手書き加えて、この前シガちゃんに会った時にお前余計なことすんなって言われて怒られましたね。1位はこれですね。これもベースは友達がくれたんですけど、全部缶バッジめちゃくちゃ多いんですけど、九州の人たちパンクの人たちの缶バッジ、これコンフューズってバンドなんですけど、の絵とかが書いてある、これは一番いいですね。あのメンバーにも伝えてるけど、死んだ時はこれ着せてくださいっていう棺桶に連れていくやつ、墓場まで持っていくやつですね。かっこいいのこれ、改めて思うんですよね、いつも、大好きな一枚です。 DIY っていうのはやっぱり圧倒的にパンクの要素の一つではあると思うので、いわゆる秒ジャンというのはそれが一番重要な要素のような気がしますね。うちの母親があの洋服買ってきてくれて、ピンクの革ジャンを買ってきてくれたんですよ。このジャケットみたいなのを小学校4年の時に着始めたのが一番きっかけかな。わ、これもちなみにあれです、ヒカルさん、バウンティハタヒカルさんの一番好きなジャケットです。でこれスワンキーズってバンドなんですけど、でヒカルさんもジョニオさんもすごく好きなアーティストで、俺 の, あの先輩で福岡の、いやなんか俺の母親自体が派手な人だったので、杉谷の母ちゃんだったら買うだろうなっていうのが、周りでなんて言われてたかわかんないですけどね。その結果がこうなってますね。革ジャンを好きにさせたかったんじゃないですか、母親が。多分この中にも一生着ない革ジャンなんて裏側の裏側、ここ気づかないままきっと着ない革ジャンも出てくるかもしれないんですよ。何一つ増やすことはあっても、ここから減らすことはしたくないですね、この空間の中から。こっちにいる原宿ブラックミンズもそうだし、こっちにいるパンクの仲間とかもそうだし、そういうところと話しながら、もっとここは雑多に置いてあるだけだけど、ちゃんと展示できるようなミュージアムになればいいなっていう思いは秒ジャンに関してはありますね。